皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、今日ね、何をこすんのかちゅうと、そう、臭いっすね、臭い、うん、スター専用臭い、うん。でね、やっぱね、でもな、水洗便所のまぞ、うん、あとはフィギュアライズスタンダードとか、うん、そっちにバックね、興味とポコチンを向けているね、にわかがいっぱいいっけど、やっぱね、真のモデラーたるもの、やっぱ無彩臭い、うん、この臭いを欲しがってこそ真のモデラーだよね。うん、こういう濃い臭いとか、あとコアブースターとかね、うん、そういう、なんだろう、もう、ニッチなものを求めてこそのモデラーだよね、真のね。はい。にわかはまず、無彩臭い、うん、こういうの変わんないから。あとね、何マゼランとかさ、うん。あと、アッツァムとかさ、買わねえから、ニワカはね。はい、まあそんな感じでね。もう臭いなんだけど。あ、そうそう、俺のね、友達がね、今日で結婚15周年かな。うん、15周年、その友達はね。うん。未だに忘れねえよ、俺。うん、そいつののろけ話に付き合い抜いたの。結構今回いいとこまで行ったよ、みたいな感じで、その、当時付き合ってた今の M さんとののろけ話を散々聞かされたんだよね、飲み屋とか電話で。で、その時俺彼女いなかったもんだから、ああ、そうですかみたいな感じだったんだけど、今日俺ついに彼女と、ね、やれそうだ、みたいな。ホテル行く約束したんだよ、つってて、うん。あで結果教えるよ、つってて、そいつね。で、夜電話がかかってきたんだよね。そいつ北千住の駅から、うん。北千住のホームから電話してきたんだけどさ、俺行ってきたんだね。姿、彼女さ、猫筋が、ちょっと汚かったんだよ、みたいなこと言ってきてさ。うん。あの顔だからさ、タデ線一本だと思ったんだけどさ、汚かったんだよね、って言ってきてからさ、うん。言いましたね。お前さ、って、お前何や、猫筋と結婚すんのって。え、猫筋ってオプションじゃんって。女のオプションじゃんって。うん、女っていうのは顔があって、性格、心があって、オプションでおっぱいとか教えるとか目こすじがあるじゃん。お前、オプションと結婚すんのかよって言ってさ、とりあえず、お前、体のことはさ、心にしまえよって言ったの。うん。雑巾だってさ、最初は綺麗なんだからさ、雑巾だって最初は綺麗なんだよ、お前。うん。だからお前、なんだろう。顔があって、心があって、ってのオプションのおっぱいとかお尻とか猫筋なのに、お前猫筋だけかよと思って。お前大丈夫なのかって、そんなに結婚できんのって。うん。そもそもこの世の猫筋なんてね、ほとんど中古だからね。うん、もう中古市場しかねえよ、悪いけど。うん、ほとんど中古だから。うん、新品ないからね、ほとんど中古だからね。そう、中古に対して喜んでんね、みんな。うん。で、あとね、タタスジッポンとかつって、いねえよ、そんなの。お前そんなの、お前。ドラゴンか、グリフォンか、ペガサスか、マーメイドか、フェニックスかだぞ、お前。そのくらいのレベルで、見ないと思う。うん。だって俺、一生は多分ドラゴン、グリフォン、ペガサス、マーメイド、フェニックスってもう、見ないに死なんもん。それと一緒で、猫筋も、縦線一本なんて、厳重で厳重。うん、厳重みたいなもんならもう、ダメ。そんなもん、追い求めちゃう。うん。でもそいつね、その、彼女と結婚して、今、結婚15年目で、下の子が7歳か8歳かな。うん。二人いるんだけど、まあよかったよ。うん。本当にね、雑巾だって最初は綺麗なんだからダメだよ、本当に。うん。ダメ。うん。体のことは、口に出すな。心にしまっとけ。はい、そんな感じでね。今日はね、そう、何夢の、猫吸い川さん、無罪は臭い言っててさ、うん。いや、お前も気づかないだけで臭いかもしんねえんだから、それも心にしまっとけって言いましたね。はい。まあ、そうやってね、まあ、無理やり無罪の臭いを繋げましたけどね。うん。あ、やべえ。5分経っちゃった。うん。まあ、ちょっとね、改良しますね。あ、無罪臭い、あ、量産型とね、この、シャーシの両方あるんで、うん、2個ともこすりますね。うん。で、違う場所ってここの部分だけなんですよ。ここ。この部分だけが違うみたいな感じ。でも俺は量産型無罪ですね。うん。
や、ムサいいよね。ムサいい。うん、ほんと。すごいね。ベストミラーコレクション。ナンバー5だぞ、これ。普通、ここさ、ここは普通グフとかじゃね。5番が。うん。グフ9番だけど、普通ガンダム、量産ザク、シャーザク、グフ、ドムとかならわかるけど、5番目にムサイな感じ。やっぱ、当時戦艦が主流だったんだよね。ヤマトの後だから、こういうなんか、こういうロボットがさ、売れるっていう頭がなかったから、やっぱ、最初にね、戦艦ものが来ちゃってたんだよね。うん。あと、量産型ザクが11番だからね、言っとくけど。量産型ザクとか、シャーザク差し置いて、ね。量産型ザクとシャーザクのナンバー見なさいよ、これ。あらららら。シャーザクと量産型ザク、9番、11番だぞ。これ。あ、9番じゃなかった。6番と11番。6番、11番。ね。シャーザクと量産型ザク差し置いての、量産型無線だからね。おかしいでしょ。ね。まあそんな感じでね、まだ、今みたいな価値観でなかったんだよね。戦艦ヤマトもそれで、やっぱ戦艦を優先してましたね、当時は。はい。ちょっとシャア戦無線やからね。うん。いや、劇場版見てると、ドレンとシャアのやりとりがウケるんだよね。もうシャアがさ、モニター越しにさ、ドレン、貴様も元気そうだなって言ったんだけどさ、太っちょでいいんじゃん。巡り合い宇宙でさ、巡り合い宇宙ね。巡り合い宇宙でさ、ガンダムに、アムロにやられちゃったやつ。シャアの部下ドレン。うん。すごいね、パワーワード。ドレン、貴様も元気そうだなってね。でね、ドレンにさ、その作戦持ちかけるんだけど、うん。ドレンがさ、シャアにさ、追いつけますかって言ったらさ、ドレン、私を誰だと思っているのは、失礼しましたってね、ドレンとシャアのフランクなやりとりが最高だね。うん。巡り合い宇宙の中で、やっぱ結構ね、名シーンだよね、ドレンとシャアのやりとりは。巡り合い宇宙ね。はい。そんな感じでね。うん。間違えるんだよね。結構その、何知ったかぶりはさ、うん。結構トリオさんってさ、知ったかぶり泣かせだよね。うん。巡り合い宇宙をさ、空って読ませたりとかしてね。うん。にわかはね、巡り合い空をね、巡り合い宇宙って言っちゃうからね。うん。この前ね、俺のね、自称ガンダム好きの友人がね、友人知人だな。知人がね、平気で巡り合い宇宙、巡り合い宇宙って平気でしてましたね。もう巡り合い宇宙連呼してましたよ。うん。巡り合い宇宙が一番いいよ。巡り合い宇宙のポスター今でも欲しいよ。とかっつってましたからね。うん。巡り合い宇宙だと巡り合い宇宙だとこのクソにわかが。クソにわかめ。ね。巡り合い空だ。味噌汁で顔を洗って出直してこい。はい。そんな感じでね。いやー。で、次、量産のムサイですね。うん。夢の猫次、ムサイ、キサイ。はい、ね、この感じね。はい。いやー、いいね、量産がムサイ。エアリアルよりいいよ、こっちの方が俺、ぶっちゃけね。うん。マジでね、俺の知人ムカついたわ。何か、巡り合う宇宙のポスター、今でも欲しいんだよ、つってさ。何が今でも欲しいだよね。何個だっけ何個か忘れてたけど、巡り合い宇宙のポスター、映画のポスター、今でも欲しいんだよ、売ってないかなとかって、うん。本当に欲しいのかよと思ってさ、巡り合いすら宇宙なんて言ってるんだけど、だから、にわかが、にわかが、これや。ほんまに。いやー、いいね。成功。さすが、さすがですよ、このキューキットのこの潔さはね。しかもちゃんとコムサイが付いてますね、コムサイ。ね。こんな感じでね、ムサイとね。うん、ムサイとクサイ。うん。ぜひ皆さん、買ってみてください、このムサイ、ムサイ、クサイね。シャアと両方また。うん。いやー、たまんね。ほんとたまんねえわ。ああ、ムサイ最高。ああ、クサイ、ああ、最高だね。はい。まあ、そんな感じでね。あ、9分経ったんでね。はい。じゃあ、プラクチでした。バイバイ。